中年オタッキーです。今日はね、本当はね、キャノン FP のね、動画を作ろうと思ってたんですけど、家からね、そのスマートフォンにね、写真のデータを転送して、動画を作るんですけどね、どうもね、送り忘れてるっていうか、送れてないんですよね。送ったと思ったんだけどな。で、今大阪にいるんで、家は徳島ですからね。で、今日はのキャノン FP の動画を作るのちょっと不可能になりまして、でもあのカメラプレゼントの抽選とかもね、しなきゃいけないということで、まあ、今日はね、雑談の動画を作ろうと思います。他にもちょっといろいろあるんで申し訳ない。まあそんな感じでね、スタートしていきます。プレゼント、カメラプレゼントの抽選の方はね、動画の一番最後の方にやろうと思ってます。それでは動画スタート。はい、それでは雑談の動画をね、スタートしていきますけども、まずチャンネル登録者がね、先日3000名を突破したということなんですけど、すでにね、3100人超えてるんですよね。3102人だったかな。でね、1週間やそこらの間にね、100人も増えちゃって、ちょっとびっくりしてるんですけども、何が起こってるんでしょうね、一体ね。YouTube にランクっていうのがあって、おぉ、びっくりした。ランクっていうのがあって、どうやらちょっとそのランクが上がったのかなっていう、おすすめ動画にね、入ったっていう回数がね、YouTube スタジオっていうアプリでわかるんですけど、それが激増してるんでね、おすすめに上がりやすくなってるんでね。で、こんなね、ニッチなチャンネルをおすすめされても困るって人もたくさんいると思うんですけど、先日もね、ツイッターでつぶやかしてもらったんですけど、ベルト式のね、そのリールとか、片溝式のリールとかでね、よく考えたらね、ニッチすぎだよって言ってね、もう、これ関係ない人が多すぎるぞみたいな感じのね、内容だと思うんですよね。だから自家現像する人って、だって、写真を撮ってる人のうちの何パーセントぐらいでしょうね。0.001% ぐらいですか。ちょっとマニアックすぎるということなんですけどね。自家現像ね、たくさんのね、アドバイスをね、していただきましてね、この、がぜんやる気が湧いておりますけどね、まだ次のね、フィルムまだ1枚も撮ってないんで、ずいぶん先にはなるんですけどね、ブローニーのね、モノクロの写真の、自家現像、次やってみようと思ってますんでね、本当にね、たくさんの人、もうプロ級の方の人からね、いろいろね、結構なたくさんの人、プロ級の方からね、アドバイスが入っておりまして、助かっております。次ちょっとやる気になっておりますんでね。でね、いつもね、結構紹介してるドリームロコモーティブ様からね、またね、フィルムをいろいろともらったんですよ。これ、ローライのポール・レイノルドっていうんですか？なんか人の名前みたい。このフィルムね、これ、2本入ってるんですけどね、これは100ですね、100みたいですね。とかね、他にもね、コダックの、これ詰め替えてるやつですけどね、コダック WX ですか、うん、これなんかね、最近トライ X400? トライ X400 のその、調子がね、なんかちょっと変わってきてるということで、このフィルムはね、その以前のトライ X と同じような調子で撮れるっていうんで、使ってみるって感じでね、送られてきたんですよ。で、他にもね、いろいろ送られてきたんですね。これがね、コダックの、これ、詰め替えてあるのかな？うん、デュプレケーティング 35mm、白黒ネガフィルムってことね。これちょっと説明を読むとね、露光感度 ISO6 相当オートカメラで使用される場合には手動にて感度設定を ISO アーサー6近辺に合わせてくださいって、もうそうねえよって、そのメモリがねえよみたいな、ことなんですけどね。大体ね、カメラのね、設定って言ったら古いやつでも25ぐらいまでしかないのが多いんですよね。今ね、これ、
これ OM2N ですけど、これバビロン13を入れて撮ってるんですけど、これもね、あの最小の設定が12なんですよね。で 6はねえだろって話でね、あのオートで撮るんだったら12に設定して常時マイナス1で撮るのかみたいな感じもしますけど、まあ、マニュアルカメラで撮っていくことになると思うんですけど、ニコン F フォトミックか、まあそのあたりで撮っていこうと思うし、6なんでね、12のさらに1段落ちでしょ、ということは、100の1段落ちが50、50の1段落ちが25、25の1段落ちが12か13、だから100の4段落ちということになりますね。4段落ちということは、通常日中晴天日中だと、100のフィルムだったら250の F8 なんで、4段落ちでしょ、125、60、30、10 絞り F8 だったら日中でも15分の1になっちゃうのかこれはすごい。いや、ISO 6のフィルム。これはちょっとね、面白い。もうね、絞り8ではもう取れないっていうことでしょうけど。いやー、これはね、どうでしょうね。楽しみですよ。どんな微粒子なんだろう。いきなりハーフで取るか。デュプリケートはね、2本もらって、これ高いんじゃないかな、多分高いと思います。他にもね、いろいろもらってるんですよ。普段使いにお使いくださいっていうことね、トライ X の400とか、アグファのね、APX400 か、それからね、たくさんもらいました。フィルムってね、その最近ちょっと高いんで、バカにならない金額になると思うんですね。本当にドリームロコモディブさん、本当にありがとうございます。もうね、フィルム代はね、ちょっと僕にとっては避けて通れない道なんで、本当に助かります。フィルムがないとね、写真撮れないカメラでね、動画を作ってますんで。デジタルやりゃいいじゃんって話なんですけど、もうね、僕のチャンネルに集まって来られてる方の大半が結構ね、もうフィルムに特化してるから来てるっていう人が、もう現状で多いんじゃないかな。なんかコメントいただいたりね、してる方のね、感じ、ツイートとかもそうですけど、そちらに訪問するともうそんな匂いがねするんですよね。フィルム写真のがね、僕もね断然面白くて好きで、もねデジタルはほとんどやってないんですよね。例えばで、ね、僕のメインのデジタルが EOS5D の、マーク3ね。ですけどね、もう仕事以外には使ってなくて、最近ちょっと仕事がないんで、多分もうバッテリー上がってるんじゃないかな知らない、一応積んであるんですよ。いつでも仕事、来てもいいようにね、一応積んであるんですけど、動いてないですで、もうスマホのカメラでもね、写真撮らなくなっちゃって、ほとんどフィルムオンリーで撮ってます。ここのとこの流れで言うとね、さっきもちょっと撮ってたんですけど、あれどこ行った、これね、先日いただいたね、リトルニコンですね、リクのニコン EM、 これね、今トライ X の400が入ってます。で、OM2 のノーマルの方ね、 OM2 のノーマルの方はね、ケントメアの400を入れてね、さっきちょっと夜の写真、雨のね、夜の写真を撮ってましたけどね、オートで撮ってました。これね、オートで撮ってどうなるのかっていうのは非常に興味があってね、撮ってるんですけどね、もうこんな感じなんですけど、まあ雑談といっても大した雑談にはなってないんですけどね、まあ結構ね、楽しんでね、動画を作って、さらにチャンネル登録者がどんどん増えていってね、ちょっと喜ばしい現状になってます。で、まあ仕事の方も忙しいっちゃ忙しいんですけどね、これ今、朝の6時半なんですけど、もうな、先日で動画をアップして、ちょっとしてね、寝ちゃったんでね、自動的に朝がけになったんですね。鈴鹿で寝てしまって、大阪で8時半からのおろしなんですけど、あと2時間ぐらいあるんですけど、もう寝れないやっていうことで今動画作ってるんですけどね。今日はね、ちょっと雑談ということですが、大した雑談にはなってないんですけど、カメラプレゼントの抽選をね、無理やり作ってると思って、あとそれとね、こっから先ね、いつものね、視聴者様の、作品投稿のコーナーと、今日はね、俺のカメラのコーナーに加えて、私の町の写真屋さん、うちの近所の写真屋さんかのコーナーもね、復活しておりますので、とりあえずね、ここから先は、作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナーです。トップバッターはケンちゃんさんの作品ですね。なんですけどもね、ケンちゃんさんちょっと文字化けしているのかほとんどが読み取れません。で一応ね作品も見るんですけど、1枚目がちょっとね画像の端がおかしくなってるんですよね。多分これ隣のやつが映り込んでるのかな。でも作品は綺麗なんでちょっと紹介します。タイトルもねちょっと文字化けしてわかんないんですけど、ペンタックス67で撮られているようです。これフィルムとかもわかんないですけど、さすがペンタックスバケペンですね。素晴らしい写りになってます。で2枚目がペンタックス SV55、F1.8 レオパン SS で撮られてるということですね。擬音祭ということです。これ結構ね綺麗な、流暢感もあまりない、作品になってますけど、ネオパン SS ってことは昔の写真でしょうね。よく見たらね、ファッションが完全に昔ですね。これ何年前の写真なんでしょうね。ネオパン SS って販売終了したのも20年近くなるんじゃないかな。これ昔のね、ネガを綺麗にね、出していただいてます。ケンちゃんさん、ありがとうございます。これ、ケンちゃんさんね、どうやら、プロフィールを見ると後期高齢者、書いてあるんで、もしかしたらやり方が分かってないだけかもしれないんですけど、またね投稿してくださいね。ちょっと訳が分からないのが多いんでちょっと困ってるんですけどね。ありがとうございます。投稿ありがとうございます。次がね一都市九さんですね。2番手一都市九さんから2枚、タイトルがね1枚目がすかし、2枚目が我が家の紅葉ということで、ニコン F フォトミック AI28mmF2.8S、コダックゴールド200で撮られております。でも光がねたっぷりあるね、場所でね結構色合いがいい写真になってます。特に好きなのが2枚目ですかね。さすが、ね、ニコール、もうディテールはもうバッチリで、拡大するとねやっぱ200のフィルムなんで若干流暢感はありますけど、いい色になってますね。コダックのねフィルムはこういうね暖かい色のねものを撮るとね非常に伸びますよね。はい、コダック号で撮られております。一都市九さんありがとうございます。で次はねサムライジャパンさんから2枚、1枚目がね洗えばいいじゃん、カエル長寿って読むのかなこれ。2枚目がね、参道のイカ寿司ということで、1枚目はね、トリップ35、富士クロームベルビア50仕様、2枚目がペンタックス K01、ハニメックスオート、これ知らないレンズだな、28mmF2.8 仕様ということですね。で、写真なんですけどね、これ、トリップ35にね、ベルビア50でこのシーンを撮るっていうのはなかなか勇気がいりますね。これ、目測ピント合わせで、ベルビア50ですから、もう絶対開放でしょ、この暗さだとね。で、30分の1開放でこれ撮られているということですけど、まあ、ピント結構合ってますね。なかなかですね。これ、最短撮影ギリギリだと思いますけど、2枚目なんですけど、階段にね、参道の階段に光が差し込んで、それを上から撮ってね、ジグザグになって、イカズチ型になってるということで、これなんですけど、これなかなか面白い作品になってますね。僕だったら縦構図にアップして、壁に飾ったりもするかな。これ結構いい写真だと思いますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次がね、はい、次はね、ペンネーム MHR さんから、2枚かな、先日ジャンクでリコーハイカラー35を購入しましたということで、1枚目がねリコーハイカラー35で撮られている、タイトルが曇りのち晴れっていうことですね。で2枚目がねミノルタ XGE、で撮られています、高層ビルっていうことですね。で写真なんですけども、これ曇りのち晴れというタイトルでもまあいいですけど、僕だったらね、路地裏の空とかそんな感じのタイトルつけるかな。これタイトルはね、そのタイトルもね作品の一部になりますんで個人の感性なんですけどね。で2枚目の方がね高層ビルということですけど、ミノルタ XGE にレンズはビビター 35mm、めちゃ安かったせいかカラーの色合いが緑っぽくイマイチだったので白黒変換しましたということですね。F8 露出優先音で撮ってますということです。これ
これでもまあ解像度はなかなかだと思いますね、コントラストしっかり出てます。光はね向こうからしかないんでちょっと、全体的にシャドウになってるんですけど、まあ、それが逆にいい雰囲気になってるような感じがしますね。はい、MHR さんありがとうございます。次がね、キクウチェさんでいいのかな、3回目の投稿です、よろしくお願いしますということで、タイトル1枚目がね、稲と雲と私、2枚目がね、僕の知ってるホワイトベースじゃないということでね、カメラがね、1枚目が EOS デジタル X、レンズが EF24mmF2.8、2枚目が、スマートフォンカメラで、Moto G5 プラスということですね。で、1枚目なんですけどね、もうこれ黄金比率の50対50、で、素晴らしいね、稲穂のね、波を撮っております。これ、いい写真ですね。今時のね写真ということで、こちらをタイトル画面にさせていただこうと思います。平凡は平凡なんですけど季節的にね、いい感じに撮れております。で2枚目の方なんですけどこれ、ね、すんませんネタですってことなんですけどね、あのガンダムの下にある缶にね、あのホワイトベースって書いてあるんですけど、これ塗料ですよね。だからホワイトベースじゃなくて、ホワイトベースって感じですかね。ちょっと、まあ、その、ダジャレどうなんだろう。まあまあ、アムロの真似は要専門で、タイトルね、アムロ町には喋れないですけどね。なかなか面白い写真になっております。キクウチェさん、ありがとうございます。今日のね、作品投稿は、こんな感じですね。作品投稿ね、どしどし募集しております。作品投稿のルールとして、この YouTube のチャンネルの概要欄にね、投稿のルールを記載してあります。俺のカメラとかのルールもね記載してありますんで、そちらをお読みに なりまして、投稿してください。作品投稿の方はね、Twitter の本垢の方にね投稿していただくようになっております。はい、作品投稿ありがとうございます。ここの次はね俺のカメラちょっと投稿なかったや、うちの近所のカメラ屋さんコーナーに行きます。はい、久々ですね、うちの近所のカメラ屋さんコーナーということで、2回目になりますけど、キクウチェさんから投稿がありました。ありがとうございます。店長の許可をもらったので、うちの近所のカメラ屋さんを簡単に紹介します、よろしくお願いしますということで、家から車で2時間ほどのところにある、札幌菊水写真現像所です。全然近所でなくてすみません。まあ北海道はね2時間ぐらいは近所でしょ。北海道行ったことあるけどね、ものすごくね広いとこなんでね、もう、特に道東なんかね隣の集落まで何時間とか行くこともあってね、結構広いのでびっくりしましたけどね。まあそんなことはどうでもいいですけど、今年3月まで札幌市中央区でマッキナフォトという店名でやっていましたが、札幌市白石区に移転して札幌菊水写真現像所に店名が変わりました。ポジは現像できないそうですが、カラーネガ現像は今ではとても安いと感じる価格でやってくれます。白黒ネガを現像できるようにわざわざ暗室も作って、おー白黒やってくれるんですね。USB メモリーや SD カードを持っていくと写真データを入れてくれるサービスもあります。 CD にするよりも安上がりでお手軽で助かりますということですね。中古カメラは今はまだ揃っていませんが、そのうち販売すると思います。フィルム大好きな店長、一人で経営しているので撮影依頼の仕事が入った時はお店が閉まっていることがあります。営業時間はその時によるので事前に連絡してから訪問した方が良いと思われますということですね。場所連絡先等は札幌菊水写真現像所で検索してみてください。札幌市内の方はぜひぜひということですね。結構ね、僕の視聴者の方もね北海道、まあ、札幌かどうかは分かんないですけど北海道っていうことを確認している方もいるんでね、結構ね見てると思うんでね、ぜひぜひお近くの方、まあお近くでない方もそうですけど、ご訪問していただけたら、札幌だったらね結構観光とかでもね行くことがあるんでね、まあそのついでにね寄ったりもねいいんじゃないでしょうか。まあね、例えば函館に住んでる人が札幌っていうのはねもう本当にね一日仕事になってしまうんでね、多くすると、北海道本当に広いんでね、実際走ったことない人、分かんないと思うんですけど、バイクでね、まあ、一周するのにね全力で走って4日かかります。
ましたからね、北海道は本当にね、でっかい道ってなんか昔なんかありましたけどね、でここから先はね、カメラプレゼントの抽選になっていくんですけども、ガチなんでね、ガチでいきますよ。さあ、お手元のエントリーナンバーが、何番か、もう分かってると思うんですけどね。で、今エントリーナンバーが来てないって言っても、もう受け付けないです。ルールを説明した通り、アンサーバックがなかったら、連絡してくださいっていうことを言ってありましたね。では、いきます。見えねえ。メガネメガネ。いいよ。はい。17番の方に、キヤノン FT が当たりました。フィルムもね、カラーフィルム、多分このフィルムを入れると思います。この富士フィルムのね、C200。を、一緒に入れてお送りします。17番の方にはね、この後、暇の時にでもね DM を送りますのでね、またそこから打ち合わせていこうと思います。当選おめでとうございます。はい、で次の動画なんですけど次の動画こそキヤノン AFP のね動画にしていこうと思います。あとね、取り上がってるのはね、コンタックスの RTS ですね、フリーマンさんからね提供いただいたカメラでね、タムロンのね、タムロン SP35-210 っていうね、レンズを使ってね、ちょっと写真を撮り上げてきたんで、それももう現像するだけになって多分撮れてると思うんで、その動画のね、どちらかになっていくと思います。今日の動画ちょっとつまんなかったっすかね。まあ、フィルムをね、たくさんいただいたし、いろいろあったんで、まあ、動画も作らざるを得ないということで、ちょっと無理やり動画を作った形になりますけども、カメラプレゼントありましたしね、そんな感じでね、今日の動画は、こんなか、ここで終わろうと思います。高評価コメントの方ね、どしどし、いただこうと思ってます。高評価はもう本当にポチッと押すだけなのでね、押してください。で、コメントの方はね、たくさんコメントをいただくとね、動画がシェアされやすくなるというね、YouTube のなんか特性があるらしいんで、お暇な方はどしどしコメントください。で、コメント自体がね、もう結構楽しみになってきてますんでね、返信していきますので、よろしくお願いします。あと、チャンネル登録者の方もね、がぜんいい調子ですね、ちょっと落ちてきたかなと思ったら、そうでもない、月200人のペースでね、増えておりますのでね、この調子でいったらね、本当にね、1万人夢じゃなくなってきました。どうしようかな、もうトラック降りて YouTuber になるか。まあ、そこまでの自由にはないんでしょうけどね。はい、今日の動画はここまで。じゃあ次の動画またお待ちくださいませ。ごきげんよう、さよなら。